島君は一体何が起きたんですか。あれ、あれはもうバス溜まったから。あー、なるほど。あれは背向けのアイテム確認できてる。あー、なるほどなるほど。ちゃんともう、あ、なるほど。ちょっと初音ミクの方考えちゃった。あー、初音ミク、今何言うとうかなみたいな。あの字外はちゃんとね、意識があったということで。あ、 B 番台どっち買ったのかな。向こうってどっち。首輪ジャスティチーム勝利。はーい、首輪ジャスティチーム、おーすごいですね。じゃあごめんなさい、首輪さんのチーム、これちょっとトーナメントのあれで仕方ないんです、間違えたわけじゃないんですけども、アインマンチームと首輪チームもう一回試合です。 B 番台お願いします。それでは A 番台の試合の方は、そうですね、こいつさんのクリフです。クリフ3対 N スレイヤー、ダイファースト、キスラソロチーム 1P 側、先方は N スレイヤー、もう開幕から殺していきます。対しまして 2P 側はコイチクリフ、残る2人はボブクリフ、井上クリフとなっております。クビワさんのチーム B 番台で、またうちのチームと試合なので、ノブさんあたりとじゃんけんをしてこちらの方にお願いします。さあ試合、おーマイバンカーさん腰、まあ、じゃあバトルじゃんけんして、お互いにおじいちゃんなんでね、全然痛がる気持ちのないこの老人ホームの喧嘩みたいになっておりますが、まだまだ若いスレイヤー、さあしっかり若さを見せつけるスレイヤー、足払い、まあそう読んでじゃんけんチョッカー、タッチハイズ、アンダートゥーかジャネス、レバーガシャが早いぞ、間に合ってる、オッケー、じゃあ誰か行って誰か言ってとか、あれ私のチームメイトはいませんか。みんなまずい、やばい、 N さんが出てきてみんなまずいと、クリフ3が悩んでます。全然まずいといった感じなく、強いスレイヤーやってこない。これあとで、このちょっとした発言があとで問題になるかもしれません、大丈夫でしょうか。井上クリフです。さあ2人目のクリフ、さあこの2ヶ月間ね、皆さんこうクリフに対しての対策を積んできたこのプロフェッショナルの、ね、方たちがねこう頑張っておりますので、皆さんこう希望を見出してください。おお、クルシマゲー待ってましたと、チョップが入ってガメ出し、これはとんでもないことに、ブラガチャしてもきついですね、まあ、はい。さあバイルバンカー、バイルバンカーを対空に使っていく、まるで売券戦かのような、おおビッグバッパー、空中ダッシュに合わせて前ハイ、空中ダッシュ PK からジャンケ、これは直下金 S から刻んで殺したいジャンプ系、エンスレイヤーが対策を見せつけて一本選手、あっとやはりここでもパイルが機能して画面端、前 K から 2K2 杯、足払い、降下して 2K2S、 もう一度、そして奥攻め、さあ足払いの隙にバイルバンクを差し込んでいく、これは厳しいが、これ金バーストを当てて、井上クリフも、あ、じゃあね、カズノコクリフも、一回やっていく。クリフ3からコンボ安すぎと怒られている。わしのコンボ安すぎって誰か作ってください、お願いします。さあ画面端。いい方向からアタッチピーク、おっとこちらでお互いにある引っ張り、キンバーストお互いに当てて 2K から助けが届かない、ジャイアンスがどこに当たったのかわからないが引いていくか、ダウンし、ソウルサバイバー出してとりあえず仕切り直し、足場い、そしておーっとうまいですね、バックスでキャンセル、そして出てくる大将ボブクルフ、強いスレイヤーとやったことがないと言っておりましたが、さあどうなる、クリフもコンボが伸びてますからね、しっかりコンボを決めないとということなんでしょうか。さあ大将となりますが、先方で2打手をしているエンスレイヤー、さあ KS サイトを打ち上げて、さあボブクリフ割り込みを見せてくれるでしょう。刈り取って、ダメ足、空射手、しかし裏に回っている、線の線避けて、しっかり、まあ隙はありませんが、刺していく、
さあ S、はい、空中ダッシュ。さあ上の行動に対して対空をしっかり決めていくので、なかなか上から次にいけないが、上海刺さって、こう刺さってしまう。しかしアフライ通らないが、 FD ステイ足払い。さあ足払いからヒット確認。 S からこれもうしっかりフォローとジャンプハイスラッシュが混ざってやばい。すげえ緊張しましたと緊張してるが、その緊張を自ら解くようにこの首まといで飛んでいきますが、さあ前ハイから通して、ここは届かない。いいセンス、バックステップガードして、さあここはクロスワイズの体育。おお待ってましたぞ。しかしここはやはり緊張してるか、拾えず。ジャンケーからコンボ落として、立ちハイドーンからジャンケー、ジャンニケー、ジャンニー落として、大きい攻めは足払い、しっかり拾って、もう当たってますね。さあしっかり殺しきっていく最終ラウンド。さあクロスサイズから、これは一気に勝負を決めるか、エンスレイヤー。しかしガードが硬い。そしてこれですね、エンド戦。しかしここでアンダープレッシャー引っ掛けてジャンプリー落とす。オキゼメマイケーホールドで距離を離している。クリフ側はどう逃げるか、ハイジャンプ、高い高いハイジャンプで中央に逃げて、アップハンチはしっかりガード、ゲージを溜めつつ攻めていく。さあ空中ダッシュ、ジャンプが引っ掛ける、上海で追いかける。さあスレイヤー側にもゲージが溜まっているので、空対空当たってしまうとクリフ側も非常に厳しいが、ここで先ほど見せていました空中攻撃に対してのビッグマップアタイク。立ち合い、おー補正が消えて勝ったのはエンスレイヤー3択です。そしてうまいなと一言、また後で勝ちってお互いに高まり合ってくださいやばい、すごいですね、コメント。よくやったよ、たとえ、おめでとうございます。初めて勝ちました。ここでは。じゃあ、エンさん、一言。いやー、やっぱやり込み裏切らないね。嬉しいです。今日は飯がうまい。まだ優勝してないんですけど、本日の大会のね、目的は果たせましたね。おめでとうございます。さあ、じゃあ次は皆さん雑把対策ということで頑張ってくださいね。じゃあ、次行きましょうか。じゃあ、それでは準決勝行きまーす。準決勝は、先ほど、槍に乗りました大阪さんのチームと、エンさんのチームです。お願いいたします。しまない、どっち？あ、それ書いたからまだね。あ、じゃあ浜さんのチームともうやったのかな。やった、どっち勝ったの？うん、あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあね、C 番台設定変えますんで、ちょっとお願いします。あとちょっとそのお金をください。A 番台決まったら始めちゃってください。 A 番台決まったら始めちゃってください。A 番台が、HP 側エンスレイヤー投げファウスト消したかソル、対して 2P 側が、コンソメポチョ大阪ファウスト、読めない読めない、クリフです。
マフラー忘れてる人いませんか？どこにあった？大会台の